はい、どうもこんばんは。パズドラが無課金に優しいゲームかっていうのは、ただ優しいと思うよ、俺も。正直。無課金の人でも楽しめるっていうのはあるんだけど、それは、でも課金中の人にとってはパズドラってすごい魅力的なゲームだけどよ。無課金で楽しめるってことは、課金したらさらに楽しめるってことだから、本当に。一度課金したら止まらないってことを指すんだよ。面白いってことは、次から次へと新しいモンスター出たら、やっぱりね。課金値の人たちはもうどんどん課金しちゃうんだって。無課金の人はね、課金したくないっていうね、はっきりとした気持ちがあるが課金せずに入れるけど、課金値はその気持ちが抑えられないもんっていう気持ちになっちゃうから、正直。そうは簡単に問屋は下ろさないよって感じだね、本当に。もうそうは簡単に問屋は許さないんで、パズドラオタクにとっては。そんな感じだよね、本当に。本当にね。そういうことだね、俺の言いたいことは、端的に言うと。バイチュッバイ。パズドラ中に物申す。どうですね。まあ、パズドラって本当にやんない方がいいよ、あれ。本当に。ああいう課金制のゲームはね、やらない方がいい、本当に。一度課金したら、本当に課金が止まらなくなるし、本当に。そう。例えばガチャあるじゃん。新しいイベントが始まれば始まるほどさ、次が次へと課金しちゃうわけだよ、あれ。本当に。だから、課金一回したらもう次も課金するようにあのゲームはできてるんだって。ね、エヴァのシリーズのガチャあったじゃん。エヴァガチャ、一回引くじゃん。で、星5の、アスカとシンジ、アスカとカオルくんのやつが出るまでみんなガチャやるじゃん、あれ。そう。そう。ああいうね、ガチャ、ね、なんかいいやつが出るまでやらせる仕組みが、ね、ちょっとね、パズドラをみんなに中毒にさせてしまうのかなと思うよね、ほんと。マジで。そう。俺まだ1円も課金してないけど、パズドラには。ほんとに。だからもう最近飽きたよね、本当に。課金してない分ね、飽きるのも早いんだよ。だから課金するとね、恐ろしいことに、このゲームからもう、離れられなくなるんだよね。もうやめれなくなる。俺、3万円吸い込んだからこのゲームやめたいと思って、もう3万円分吸い込んでしまったからもうパズドラやめれませんよっていうことになっちゃうから、本当に。パズドラの魔力って恐ろしいよねって話だよね。だってパズドラの魔力にはまってしまったらもう誰も抜け出すことはできないってことだ。本当に気をつけなきゃいけないよな、あのゲームは。そう。だってよく考えてモンスターなんてさ、なんか手に入れたとしてもさ、動かないじゃん。絵柄だけ映ってるだけじゃん。もう、微妙だよね。やっぱモンスター動く姿を俺たちは見たいわけだよ。なのに動かないのに、なあ、そういう動かないところに俺はちょっとね、パズドラ微妙だなと思うね。ところがあるわ。